中村雄一のスターラジオーシャン。皆さんこんにちは、スターオーシャン5インテグリティ&フェイスレスネス、フィデルカミューズ役の石川海人です。はいどうも、ビクトルオークビル役中村雄一です。今回から始まりましたスターラジオーシャン。この番組は3月31日発売予定のスターオーシャンシリーズの最新作、スターオーシャン5インテグリティ&フェイスレスネスの最新情報だったり、ゲームの持つ魅力を僕たち2人が盛り上げながらお伝えしていくスターオーシャン応援ラジオ番組です。はあ、そうですか。ということでございますよ。3月31日に出るものを今から何をお伝えしていこうかなって思うところ、これね、難しいですよね。ゲームのさ、その情報番組を音声媒体で紹介するわけでしょう。映像がないですからね。映像ないでしょう、これ相当我々の手腕にかかってると思うんで、石川くん頑張らないとね。いやいやいや、これはですよ、スクエニックスさん側の自信が現れてるんだと思うんですよ。僕は映像は見せなくても素晴らしいものが出来上がっているんだぞっていう、この設定とか、テキストだけでも、シャレならおもらししちゃうぐらいすごいぞと、もうジョワワワワーってなるぐらいすごいけど、まあ映像見たらもっとたまげるから、それはもうちょっと楽しみにしてくれみたいな、そういうことでございますよ。多分分かんないですけど、難しいな。一応オープニングトークのネタとしてさ、書かれてる、お二人でラジオはありますか、ないですか。ないです。ないです、ラジオ初めてじゃないですか、これ。ラジオは初めてだね、まあイベントはね。そうですね、時たま共演してるやつとかでイベントを一緒にやるということはありますけど、まあラジオというか、そもそもそんなにラジオをいっぱいやるのかっていう話なんだけど。確かにそうなんですよ。なんかだからさ、石川君とあんまないよねっていうか、誰ともあんまない悲しい。そんなにやってない。中村さんとラジオやるって聞いて、中村さんってラジオでどういうおしゃべりするんだろうと思って調べたら、数年前のやつがいっぱい出てきて、そうそう、そんなにレギュラーでやってたのは、なんか飛行機が空飛ぶアニメね。なるほどなるほど、はい、ね、ちょっとその話まずいんでね。ああそうなのね、はい、やめときますけれども、そうですね、そこら辺になりますね。ということでね、まあこのラジオも長くやっていきたいと思ってますんで。そうなんだ、さっき聞いたら、ね、まだ一応終了予定日が未定というかさ、大丈夫です、見切り発車ですって言ってたからさそんな言い方はしてないですよあ、本当、ちょっと伝え方が間違ってましたけど、なんかそういう話だったんでね、まあ我々としてはね、このリスナーの力を借りてですね、スターオーシャン7が出るぐらいまで続けていきたいなって思っていますよ。打ち合わせと言ってた時とだいぶシリーズ増えましたねせめて6で何年かなって言ってたんだけど、いやー、やっぱ目標大きくね。そうですね、10年ぐらい、8まで行くかなぐらいの。そうですね、来月8出るんですけど、残念ながらラジオは今日までなんですっていうぐらいは頑張りたいなって思っています。こんなにやってきたのに本当に予言通りしちゃうんだってあと1ヶ月頑張れよみたいなところまではちょっと頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。応援していただければなと思っております。それでは始めていきましょう。石川海人、中村雄一のスターラジオーシャン、最後までよろしくお願いします。この番組はスターオーシャン5の提供でお送りします。石川海人、中村一のスターラジオーシャン。改めまして石川海人です。中村一です。さて、先ほども言いましたけれども、今回はラジオ初回放送ということで、スターオーシャンシリーズについて一度ご紹介していきたいと思います。そうですか。中村さん、お菓子食べて大丈夫ですよ全然、ちょっと差し入れをいただいたんで。そうなんです。あ、ノイズ立ててるけど読んで。あ、わかりましたスクエニさんからいただきました。はい、はい、ありがとうございます。スターオーシャンシリーズとは、1996年に第1作がリリースされた大人気 RPG シリーズです。はい、SF とファンタジーが融合した RPG として、人類が、広大な星の海に進み始めた宇宙歴を舞台にした数百年に及ぶ物語を描いています。登場人物たちや冒険の舞台はシリーズ
ごとに異なりますが、全てが同一の世界の物語であるため設定は共通となっています、はい、そのためシリーズ間のストーリーにつながりはなく、過去シリーズを遊んだことがない人でも、過去シリーズが遊んだことがない人でも今回発売となる5を楽しむことができるという作品になっておりますよ。はい、はい、いやー、その俺は初めて触ったのが2の時プレステだったけど、はい、なんだろう、まだあれいつのタイミングでやったんだろう、もう全然思い出せないもんね。そうですね、昔だからだとね、なんか書いてあるの、うん、1996年ね、スーファミで出てたのは覚えてるんですよ、あなたはスーファミの世代じゃないですよね。そういや一応やってましたよ、一応あの兄貴がやってましたよ、2個上の兄貴が。はい、自分自身で触れたゲーム機スタートはどっからスタートなの？64です。ああ、やっぱりそのぐらいなんだ、ね。あ、じゃあプレステ1から2から1ですね、一応1は触ってんのか、そうかそうか。じゃあスターオーシャンの2の時ですらタイミングはちょっとずれてるよね。そうですね、割と初期目だった気がすんだよな、2どうだったかな。まあふわっとしたな、ふわっとしてるんだけど、いやそれでもね、数枚で出た時から、グラフィックとか、まあ、音とかすごくこう力が入ってるというか、もうこうスーファミの集大成みたいな雰囲気で出てたから、おうん、力入ってるシリーズだなと思ってたんですよ。それでプレステで出た時に2が、遊んで、やっぱりムービーシーンもバリバリあるし、上田裕二さんがバリバリ喋るし、なんかすげえなと思いながら遊んでましたね。ボイスもそうですよね。うん、ああ、なるほどな、うん。僕が遊んだの4からなんですけど、はいはいはい、ちょうど高校生の時に遊んでて、うん、もう、その頃、いろんな RPG 本当に超やってたんですけど、スターオーシャンはめちゃくちゃやりましたね。本当もうその画期的だったんですよね、操作性みたいのが、あ、そうフィールドアクションみたいな感じで、なんか僕がやった中ではなかなかなかったので、すごいやってた覚えなんです。帰ってはすぐやってたっていうことは覚えてますね。しかしこの20年のね、中で、別にこう20年で5本出てるから、定期的に出てるかっていうとそうじゃなくて、1が出て2が出て、置いて3出て4出てみたいな感じで、で置いて5出てっていう、その均等な年数じゃないわけなんですよ、だから当然のように5からね、始める人も出てくるんじゃないかなというところではあるんですけども、いやご心配なく、先ほどの説明でもありました、はい、5とついてますけど、5とかも関係ないですか、これ。関係ないです、1ですから。あなたにとってこの世界線ではもう1みたいな、ね、そうそう、あなたにとって1ですから、ただ一応過去4作あるから、はい、気になったらなんかね、いろいろ移植版とか出てるんですよ。だからそういうのね、遊んでもらうとちょっと設定のなんか細かいところがね、関連性とか世界が広がる感じはあるかもしれないです、ね、うん、あるんで面白いんじゃないかなというふうに言えと言われています。そういうところまで言っちゃうんだよな、全部。はい、はい、ということでね、スターオーシャン5に僕たちが出演してますので、はい、イントロダクションの方紹介したいと思います、はい、宇宙の支援は人間たちの平穏を許さないのか。なんか大きい声だったな。宇宙歴537年、地球から6000光年以上離れた未開惑星フェイクリードを舞台に、一人の少女をめぐる戦いの物語がその幕を開けるというのになってます。以上本気で読んだ。はい、頑張りました。だってジャンフェスの時、中村さんこれ読んでもらったのに、うん、なんか遊んでたから。いやいやいや、遊んでないよ。遊んでない、大きい声出せって言われたから大きい声出しただけだよ。じゃあ改めてもう一回。いや、もう今のでいい。今ので大丈夫ですか。今のでいいよ。わかりました。ということで、まあ導入がこれになってますけども。はい、そうですね。まあラジオを聞いていただいてるね、お客さんたちの半分ぐらいはもう雑誌で見てんじゃないかなとは思いますけど、こういう風な物語になっておりまして、はい、一人の少女をめぐる、一人の少女が誰かって分かってんのかな。一人の少女が誰かは、まあ皆さんまだ予想の段階なんですか。予想の子じゃないかなみたいな。段階ですよね。女性キャラが今のところ4人ぐらいかな、紹介。まあそのうち少女と呼べるのは数人ですけど、半分ですね。ええ。半分。ミキなのか。ミキなのか、リリアなのか。リリアなのか、それともまだ知らない誰かなのかみたいな、ね、ところで。遠山さんか小倉さんかっていうね。そうですね。やっていただいてると思う。はい。まだね、ちょっとゲームの方リリースしてないので言えないことが多いので、はい、あまり言えないんですけれども。じゃあなんでラジオやってんだ。それは、僕らが喋ることで、ほら、
聞いてくれる人もいるし知ってくれる人もいるじゃないですか。なんかもうふわふわってしたからもう次いきますね。わかりました。はい、あのじゃあキャラの紹介して。キャラの紹介しましょう。あなたやるの何を。あ、私フィデルです。フィデルです。主役です。フィデル主人公です。はい。どんなやつなの。フィデルはですね。影の主人公。影の主人公。あ、表の主人公なの、ね。影の主人公はちょっとあの表の主人公に言っちゃダメなやつですから。そうですか。へこんじゃうから。あ、そうですか。一応その一つの村の。うん。道場の師範役をやっておりまして、はいはい、まあ、剣術を教えている青年でございます。そうですね、23歳という、割とこの RPG とかのゲームの主人公の設定としては高齢じゃないですけど、いやでも、ね、そうじゃない、ね、やっぱりね、ティーンぐらいの、あの、17、8ぐらいが冒険をするっていうのが、うん、多分そのゲームのユーザーとのリンクがね、近いとは思うから、だって23歳 ?23 です。23のキャラなんでしょ、23歳。なかなか何新卒新卒、現代社会では新卒ですね。の人たちが、シンパシーを覚えるキャラなのってことになっちゃうもんね。会社入ってなんか嫌なことあった時にこっちの世界に逃げ込んできてもらって。おいおい、5月病を狙ってるみたいな。いや、だからね。知識的にもな。なんかそういう意味で言うと確かにちょっと、年齢は上ですけど、はい、まあだからこそ描けるものがあるということなのでしょう。うん。うん、で、やっぱりこう、まあ年齢もあってですね、かなり落ち着いてはいるんですけれども、うん、かといって冷たいわけでもなく、割と人に優しく接することのできる、はいはい、本当に人のできた青年でございます。キャライラストはね、結構その、クールめというかね。そうなんですよ。なんか、雰囲気あるよね。最初にもらった時もっと彫り深くて、あ、そうなの？影が濃かったんで、ちょっとじゃあ若くなった感じ？そうですね。最終イラストだと。だから僕は演じていく中でかなりこう優しくやったのでびっくりしてましたけどね。あ、そうなんだ。そしてミキと幼馴染でございます。はいはいはい。はい。じゃあ次は中村さん。中村さんのキャラ、ビクトル・オークビルはですね。はい。まあ、レスリア王国という国のね、特殊部隊のところにいる軍人。はい。というふうになっております。はい、真面目です。真面目です。で、硬いんですけども、そういう面もありつつ、やっぱり軍人として大事な要素ですから、はい、部下からすごく信頼されているという隊長ですね。はい、戦争とはいえ、人を殺めることに対して葛藤を抱いているというのが、まあ、このキャラクターの中の根幹にあるテーマになるのかな。このスターオーシャン5の中では。そうですね。優しい真面目でっていうね。はい、うんうんうん。なんかね、ちょこちょことその収録の中でね、まだで、はい、発表されてませんけど、部下のキャラも、一応キャラ立てされてて、そことの絡みとかもあったりするので、まあ、楽しみにしていただければいいかなって。そうですね。部下もいい人たちですからね。思いますけど。もうちょっと見た目はちょっとチャラっとしてるんですけど、非常に真面目でございます。そうなんです。見た目は完全に渋谷にいるやつなんです。だってこれ完全に焼きに行ってますからね、この色。これ僕、今気づいたんですけど、ここ髪これメッシュ入ってます？あ、これメッシュなのかな、飾りなのかな。僕は募金をしたのかなって思いましたけど、メッシュメッシュ入れてるんですよ。メッシュ、あー、これ、あー、芝居間違えちゃったかな。もうちょっとなんか俺このテキストにとらわれすぎちゃったな。今わかる、カッコネワって入ってたのかもね。あー、任務に忠実で部下からの信頼まつい、かっこ根はっていう。根は気まじ、これ気まじめじゃなくて根まじめな性格でだと思うんです。そうそう、だから本来は、本来というか、ゲームの時喋るときには、ああ、俺、ビクトルっす。マジっすか。フィデルやっちゃう感じっすか。それはテキスト通りでいいんじゃないですか。いや、試されてたのかな、なんか、あいつ俺らのシーン読み取れんのかなって。そんなに嫌な現場あります？そう。テキスト通りにやらないことを求められるって。で、うん、そう、この紹介、ジャンプフェスでもやらせていただいたんですけれども、はいはい、まあ、それぞれの収録で、知と思ったこと。なあ。って思ったことを発表してましたねって。うん。そうですね。中村さん、ブルネリ殿がどうしても言いにくかったって話してましたけどね。そうなんですよ。このパーティーメンバーですかね。この一人いるんですよ。フィオーレ・ブルネリ殿っていうのがいるんですけど。まあ、真面目なキャラなんでね、ほとんどのキャラに殿をつけるわけですよ。はい、で、俺じゃなかったかな。ミキとかにも全部つけてたんじゃないかな。そうそう、ミキ殿って言ってましたね。うん、気がするんですけど、ブルネリ殿。ブルネリって書いてあって、やっぱ言いにくくてですね。あと、この人絡みの、フィオーレさん絡みのテキストがすごくね、呪印術のやつも、ランドク王国呪印研究所所属どうしたみたいな、呪印術師みたいなって。時々ね、ブルネリじゃなくてフィオーレさんみたいなテキストになってたから、関係性が深まってくると、こういう言い方になるんだ、助かったって思ったら、あ、
すいません、それちょっとミスだったんで、ブルネリ殿に直してください。あーって。こんな野郎と思いながら、収録をしていましたからね。まあ、ブルネリ殿は本当に言いづらそうだなと思いながら。言いにくいね。戦闘中もそういう呼びかけなんでね。これ貼ったらやばいですよね。そうなのよ。ちょっと抜けちゃいかねないから、音がね、不明瞭になったりとかね。石川くんはやってて、なんかなかったの？僕、まあ、ジャンフェスでは、もにょもにょもにょって今ね、言っといた方がいいんだよ、こういう、多分今、制作現場としては修羅場なわけですよ。はい。3月末に出すためにね、プレステ3、4版を、こう、ひしこいて作ってるところのスタッフの、この唯一の清涼剤としてこれを聞くわけですよ。なるほど。そこにちゃんと言ってやらなきゃダメです。いや、そこに文句入れたら清涼剤にならないですよ。あーってなるから。そんな風に思われてたんだ。もう嫌がってるじゃん。作ろうってなるから。作ってやるってなるから。すごい。だから言った方がいいよ。なんだろうな、でもギャラが安かった？いや、ギャラはもう大変ありがとうございます。ですね。とりあえずでも僕も言いにくいシリーズでいいんだったら、フィデル・カミューズはめちゃくちゃ言いにくかったです。言いにくかったなぁ、カミューズ。あとね、フィデル・カミューズ。あなたのお父さんもね、確か名前言いにくかったんだよな。あ、そうなんですよ。はい。その辺もあったな。言いにくい親子です。で、あと地名とかにもね、いくつかあって、スタッフさんが、なんか本当に言いにくいものばかりですいませんって言ってたから、俺相当言いにくそうに言ってたんだろうなと思ったんだけど。そうだそうだ、思い出した。そうですね。まあ、あと言うんだとしたらヒロインとディレクターが同じ名前で、それを伝えられた後、そうだったの？とても、ヒロインの名前がちょっとどうしようかなってなんですかね。ディレクターをディスってるぞ。いやいやいや、ディスってないですよ。ディスってないんですけど、あの人ミキなの？ええ、ディレクターさんすごくいい方で、すごい嬉しそうに私もミキっていうのを、あ、そうなんだ。って言ってもらって、あ、そうなんですねってなった後に、直後にこうまあミキと呼ぶ展開があったので、ちょっとやりづらいなって思ったことがありました。ちょっと意識しちゃう。意識しちゃう。チラチラって。あ、ミキ大丈夫か？チラ。うん、で見るとちょっと嬉しそうな顔されてるから、ああよかったみたいな。ミキって言われてるみたいな感じ。そんなことはございましたね。マジかよ。今知ったわそれ。知らないまま墓に行きたかったぜ。だからずっとミキ殿って言ってたわけですよ。なるほどね。まあそうですね。で、僕らのキャラなんですけども、はいはい、関係性としてはですね、かなり複雑でございまして、まあ、師匠がどっちも同一人物で、フィデルのお父さんなんですよね。そうだね。で、ビクトルは年上なんですけど、後からお父さんに一応ね、指示したので、弟弟子なんです、弟弟子です。フィデルにとっては。年上ですけども、弟弟子です。年上の後輩ということでね、はい、なかなか難しい関係性でございますよ。はい。ということで、まあ、たくさん、他にも魅力的なキャラクター出てくるんですけれども、そちらですね、公式ホームページの方でも詳しく載っておりますので、はいはいはい、ただいまボイスサンプルの方も公開しております、はい。ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいなというふうに思います。またね、はい、ゲストなんかも来ていただけたら嬉しいですね。キャストさんがね、来てくれるといいな。そうですね。うん、あいつはすぐ断るからな。ボソッとというわけで、ここまで、スター・オーシャン5、インテグリティ&フェイスレスレスのことを、さらさらっとご説明してきましたが、今後もこの番組内で最新情報をお伝えしていきますので、ぜひ番組を聞いてください。よろしくお願いします。さて、先日のジャンプフェスタのステージでラジオの開始を発表して、すぐにメール送ってって言ったんですけども。いや、本当にね、すごいですね。皆さんちゃんと送ってきてくれてますよ。来ました。びっくりしました。早急にって、口酸っぱく言ったんですけど、本当に送ってきていただいたので、早速紹介していきましょうよ。そうですね。早急だし、しかも分量も結構あって嬉しいですよ。行きます。ラジオネーム、星野かなさんからいただきました。ありがとうございます。星野かなさんから。星野かなさん。ありがとうございます。中村さん、ガイタくん、こんにちは。こんにちは。ラジオ開始おめでとうございます。はい、どうも。ジャンフェスのスターオーシャンステージ観覧しました、うん、お三方の掛け合いがすごく面白くて、ジャンフェスの朝一番から素敵な時間を過ごすことができました、はいはい、ところで服装が気になったのですが、なんだって、カイト君は薄めの服で暑い暑いとおっしゃっていましたが、かっこわら、中村さんはコートを着ていましたよね、うん、会場はすごい熱気だったので暑くなかったかと気になってしまいました。全然僕寒かったです。他のステージなどもありお忙しかったかと思いますが、他にも何か裏話があれば聞かせください。ないですよね。はい。裏話？裏話って何？裏でやってたことじゃないですか。裏で話してたこと？言えねえことしか話してない。あ、でもほらメイクさんのマッサージがすげえ気持ちよかったとか。東京ゲームショウの時にも、僕ら出させていただいてですね、その時と同じメイクさんだったんですけど、マッサージがね、すごくお上手なんですよ。そうなんですよ。その時に夏に二人ともやってもらって、メイク中に、あーって言いながらメイク、ええ、あ、すごい、あー
ーって言いながらメイクをしてたんですけど、あまりにも具合が良くてですね、その後その話をしてたら、ちょうどね、一緒に共演してたあの、女性声優さんですけど、井口さん、井口ゆかさんがですね、私がお世話になってるメイクさんだから、今度伝えとくねって言ってくれてですね、その言葉が伝わったようで、この間のそのジャンフェスの時はね、随分気合を入れてですね、やっていただいて、あれ以上に悶絶しましたよ。やばかったです。って言いながら、もう隣、もう腰でメイクしてたんですけど、はいはい、隣の部屋の、メイクしてた人から、すごい声が聞こえて、隣で何が行われてるのか怖かったんですよ。どういうメイクなんだろう。メイクしてやるよ、みたいなメイクなんですけど。もうね、ほんでも、すごい具合がいいので、そうそうそう、体軽くなるんでね。名刺をいただきまして、今度名刺もらってですね、今度ちょっと、俺、ご連絡をね、させていただこうかなと思うんですけど、ありがとうございます。裏話、こんなことを聞きたかったのか分かんないですよ。わかんないです。楽屋話ですね。はい、じゃあもうサクサクいっちゃいます、ね。はい、もう一回、次の質問いきますね。ハンドルネーム、豚野郎からです。ありがとうございます。これいいの？こんなハンドルネーム。石川さん、中村さん、こんにちは。こんにちは。本日はスターオーシャンプログラム、ジャンプフェスタ出張版お疲れ様でした。当日送ってくれたんですかね。ありがとうございます。すごいですね。会場で拝見させていただきました。第1回ということで、会場へせっかく赴いた感想と思いたりメールを送ります。ありがとうございます。会場では、澤部さんを含めた3人の面白い掛け合いなど終始笑わせていただきました。ありがとうございます。ゲームはすでに予約しているのですが、このステージを見たことにより、さらに期待感が膨らみました。本当に？ああ、そう。やっぱりね。私は女なのですが、女子キャラにとても魅力を感じました。ああ、でしょう。ステージ上では石川プロの事故が目立っていましたが、本放送ではどれだけ返しが上手くなっているのか今から楽しみです。ゲーム楽しみにしています。はい、ありがとうございますということです。僕事故ってました？うん、なんともなんとも言えないね。それだったらうんって言ってもらった方が全然いいです。確かに台本通りの進行ではなかったかな。ボケてボケられません、その手前ができませんっていうまさかの展開だったんでね。いやー、ボケる前段階ができないっていうね。あれ何なんでしょうね。知らないですよね。なかなか大変そうでしたけども、まあなんかね、本当来ていただいて、はい、しかも時間ない中すぐにメール送っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さんメールありがとうございました、はい、これからもゲームのことでも僕や中村さんに関する質問でも何でもいいので、はいはい、ぜひぜひ送ってください。よろしくお願いします。石川海人、中村雄一のスターラジオーシャン。ビクトルさん、命令を。軍人として隊長として部下からの信頼が厚いビクトル、任務に対してもとても忠実でとっさの決断力も優れています。そこでこのコーナーでは皆さんがなかなか決められないこと、迷っていることをビクトルさんにバシッと決めてもらおうと思います。真面目なお悩みからちっちゃなくだらないことまで、どんなことでも超真面目なビクトルさんが解決してくれます。はい、ということでございまして、こちら中村さんに頑張っていただくコーナーです。まあいいでしょう。ジャンフェスでもね、頑張っていただきましたけど。そうなんです。爆笑必死の回答が、ボコンボコンと。そうだな。これはもう、まあ、こういう言い方あれですけど、はい、本当にこれ、リスナーに左右されますからね。そうですね。メールの内容に本当に左右されますよ。そうなんだよ。これ、実は僕の力ほとんどないから、そっちだからね。頼むよ。はい、皆さん、本当によろしくお願いしますよ。いろいろお願いします。ということでね、今日、リスナーさんのお悩み、お悩み来てるので、はい、早速こちらに答えていってもらいたいと思いますよ。カーシマンさんからいただきました。うん、ありがとうございます。呼び捨てで OK ですということです。はい。私がお二人に解決していただきたい悩みは、優しそうな人だね以外の返しをぜひ教えてほしいということです、うんうん、私は嘘をつくのが下手で社交辞令も苦手です、うん、よくあるシチュエーションで友人の彼の写真を見せてもらった際に優しそうとしか返せないことがまあ多いこと多いこと。これが実際石川さんや中村さんのような方を見せられたら、それはもういやかっこいいね、私が惚れそうだわ、嘘嘘冗談だって、人の彼氏を取って食ったりはしないからさ、二人さん末永く爆発しろ星くらいは言えると思います。長いね。そうですか。すげえ、饒舌じゃねえかよ。でもやっぱりそうではない方は難しいです。かといって優しそうって言葉はもうだいぶ使い古されてきてしまっていると思うので、それに代わる男性が言われて嬉しい言葉をぜひ教えてください。なるほどね。ああ、はいはい、大丈夫ですよ。はい。いけますよ。ね、まあ割とありますよね。こう、いろんな人にこう写真見せられて、その人の印象聞かれてっていうのはありますからね。ということで中村さん準備ができたようなので、はい、行っていただきたいと思います。それでは、ビクトルさん、命令を！そういう時にはこう言うんだ。
非常に性的。これ褒め言葉なんじゃないかな。いや褒め言葉ですけど、じゃない、セクシーって日本語にするとこんなにいやらしくなるんですね。ねえ、なんか、よく、その、海外のね、方たちは、やっぱり、その、セクシーっていう言葉を、はい。普通に使うわけじゃないですか。ええ。だから、ああ、彼ったら口元がすごくキュートね、セクシーね、とか、言うわけですよ。そうですね。まあ、そんな感じの、日本ならではの言い方で、彼は非常に性的じゃない？やばいですよ！エツコの彼氏、すごい性的じゃない？本当はそんなに性的かなつって。はい、ここの部分がねって。ここの部分なんだけど。性的な部分ってなんだよって話になってしまいましたけど。はい、なので、まあ、これは解決できたでしょう。もう、でも、考えてごらんなさいよ。言われて嫌ではないでしょ。いや、ま、気分は良くないですけど、別に嫌でもないですね。遠山さんとかがさ、いや、石川君ってさ、結構性的だよねって言ってたらさ、嫌な気はしないでしょ。俺だったら嫌な気はしないもん。嬉しいです。ちょっと気持ち悪いトーン出てるよ。そんなトーンで言ったら、そういうつもりじゃないからって真顔で言われちゃうから。ああ、やばいやばい、怖い。やっぱりね、女性の闇を見てしまうんですね。うんうん、はい、ということで今日は以上でございます。こんな感じでビクトルさんがあなたの悩みを、迷いを断ち切ってくれますよ。ぜひぜひお悩み相談メールお待ちしております。以上、ビクトルさん、命令をのコーナーでした。スターラジオシャン。ここでお知らせです。スターオーシャン5インテグリティ&フェイスレスネスは PS3、PS4 の両ハードで3月31日発売予定です。初回限定特典も盛りだくさん、ぜひ公式ページをご確認ください。さらにゲーム内アイテムのプロダクトコードや素敵なイラストを使用したアートパネル、タペストリー、ランチプレートなどなど、各店舗さんごとの予約特典もとても豪華ですので、一度公式サイトを覗いていただいて、お気に入りの店舗でお早めの予約をお願いいたします。予約や特典情報について詳しくはスターオーシャン5公式サイトをご覧ください。以上、今週のお知らせでした。お送りしてきましたスターラジオーシャン、そろそろお別れの時間となってしまいました。この番組では皆様からのメールを募集しています。各コーナーへのメールはもちろん、僕たちやスターオーシャン5の作品についての感想、質問などどんなことでもいいので、ぜひ番組宛にメールしてください。メールアドレスは sro@joqr.net sro@joqr.net です。はい、ということで初回の放送もエンディングになりましたけども、どうですか。僕このラジオで一番嬉しかったのが、@joqr.net 言えたことです。そうなの、 joqr.net 言ったことなかったんです。ああ、この QR というのを言ってやりたかった。言ってやりたかったんですよ。嘘だろ、だこの前も、そのジャンフェスの時も中村さんがご紹介していたので、言ったね、告知は、クソと思って、俺が言いたかったのに、それは俺のやつって思いながら、俺のやつ。いやだったらもう全然いつでも言っていってくださいよ。分かりました。僕のメールアドレスはっつって、僕のメールアドレスは、やばいやつですよ。石川@joqr.net ですみたいなこと言って、誰からも連絡来ないからやってください。うん、普通にデーモンさんから返ってきちゃうんで、うん、これないです、意味ないですからね。お願いします。はい、まあそんなくだらない話もしましたけど、まあね、これからまた今日は一つしかコーナーやらなかったですけど、コーナーもね増えていったりとか、他のコーナーやったりするので、ぜひ楽しみにしていただいたりね、さっき言ったお便りいただければなと思います。はい、本当に皆さんのメールが頼りになっておりますので、本当ですね、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。それではまた次回お会いしましょう。お相手は石川海人と中村雄一でした。また来週。この番組はスターオーシャン5の提供でお送りしました。